名ファンのコグと申します。内野手のサードショート編になります。よかったら星編、投手編から見てもらえると流れがわかるかと思います。今まで2つの動画のコメントを見ると野手を取った方がいいっていうのが多くありましたね。 一2軍でサードとショートを守った選手と年齢は以下になります。まず年齢を見ると中間層が本当にいません。今一軍で若手が森くんのみで、岩田さんも来年29歳で森くんの一人立ちもそうですが、森くんを脅かす選手も必要なんじゃないかなと思っています。サードに至っては宮崎さんが 来年34歳っていうところで、後釜が小深田くんがどうかっていうところと、X リーグでは海老名くんが守っていたという話もありますが、とにかく後釜が今すぐにでも欲しいっていうところになりますね。2軍に目を向けると、まあ若いメンバーはいますが、成績として順調に成長しているのかなと思うのは小深田くんだけかなと思ったりしています。中野くんは開幕スタメンでしたが、その後定着までには 至らなかったですね。来季本当勝負だと思っています。安部くんは一軍で代打ありましたが、まだこれからっていう感じですね。相原くんはまだまだ日産の下で育てて欲しい素材だなと思っています。こうやって見ると大砲系がいないので、大砲の若手が欲しいかなと思っています。や優先順位としてはサードがメインの高校生で、できればスラッカータイプと森君にに関を持たせるためにも、 ショートメインの大学生。あとは両方。なんならセカンドも含め可能性を感じる高校生かなと思っています。これを踏まえて個人的に3選手挙げさせていただきました。まず内藤4選手ですね。経歴はこんな感じになります。宮崎さんのアガマプラスチームにいない右の若手大砲候補というところと小深方君の切磋琢磨もできるっていうところはいいのかなと思っています。 守備や練習が必要な感じですが、ぜひ欲しい存在かなと思っています。次に田中力也選手ですね。経歴はこんな感じになります。ドライチで消える可能性が多いにありますが、ぜひ絶対欲しい選手ですね。足も速くて、盗塁も4年生の春には13試合で11盗塁と、すごくうまく守備もいいというところで、足は速いけど盗塁が長々という選手が多い横浜の中では、 絶対欲しい、絶対取って欲しい選手になりますね。お肉に対してもいい悲劇になるのかなと思っています。ドラフト2の指名が横浜全体で10番目なので、1位でいかないと確実に消える選手じゃないかなと思っています。すごい甘い理想ですが、1位田中選手、に松尾選手ができたらもう言うことないんですけど、 取るとしたらどっちかかなと思っています。最後に、問い選手になりますね。経歴はこんな感じです。内藤選手が取れなかったら取ってほしいなと思っています。中距離打者っていうのはチームの中で多くいるので、補強ポイントとしてどうかと思うかもしれませんが、内野の若手が伸び悩みっていうところもありますし、一軍の高齢化もあるっていうところなので、有望な若手内野手がいくらいてもいいのかなと思っています。また、ショートもできますし、サードもできますし、セカンドもできるんじゃないかなと思うと、 そう厚くするためにはいいのかなと思っています。紹介は以上になります。この中で二人は絶対取ってほしいなと思っていて、できれば田中選手足すどっちかっていう感じですかね。 他にも立教の山田くんだったりとか、立教大の七間選手がいましたが、チームの補強の中で一番適切な田中選手を挙げさせていただきました。できれば今回のドラフトで宮崎選手の後がま欲しいのもあるので、田中選手か松尾選手どっちかと内藤選手が立想ですかね。そこに投手が一人か二人かなーっていう感じになります。今年のドラフトはメインが野手だと思うので、まあ、この3人、 以外にも有望なな選手がいいるるののので、ままあ、た他の球団の指名を見つつどうするかっていうすす。かとところが今年は楽しみだなと思って三本やってきましたが皆さんの予想はどうでしょうかいろいろなコメントありがとうございます自分は1位は大阪トイの紹介した松尾君じゃないかなと思っています明日はドラフトですね次の動画は明日か次の日に上げようと思っているのでよかったら見てくださいご清聴ありがとうございました